Today we introduce Apple new products. This is iPhone 7. Thank you. 誰がスティーブ・ジョブズや。製品やってる感じですね。じゃあ開けていきますね。まず全体箱見てみましょう。ちょっとここ曲がってますね。まあ中国製ですからね。下がここに取っ手にはまっているので、パコッと外します。でこちらも同じように、まあ、新しいものなので、なるべく綺麗に開けたいですね。さあ、出てきました。今回のこのボックスは、なんかそのまま、キャリングケースになりそうですね。まず、このシールを剥がします。貧乏症なんで取ってみます。ここに貼っておきますね。で、これを回転してオープン。はい、バンドの方です。どうですか、綺麗に収まってますね。本当に中国の製品とは思えないです。中国を決して悪く言ってるわけではなく、中国では不良品とか非常に多いので、あとアバウトな梱包とかね、多いので気をつけてるので、早速本体出します。どうですか、 DJI ファントムコア、ね、カメラもちゃんと動かないのが固定されてますね。じゃあ内容物の点検ですね。失礼します。ブラックイックスタート不ガイド、マニュアル的なものですね。で、送信機はほとんどファントム3と変わりませんが、若干ここはしっかりできてるような気がしますね。ここ改良されたと思います。このホルダー部分ですね、かなり硬いです。あのファントム3などではここに iPad や iPhone つけるとグラグラしちゃって大変だったんですけど、多分これだったらすごい硬いから大丈夫です、問題ないです。で、送信プロペラ、電源ですね。今回は電源白くなりましたね。本当にアップル製品みたいですけどね。あとはこれが USB 系なんですね。はい、こんな形です。じゃあ早速プロペラをつけてみましょうかね。装着してみましょう。じゃあこれちょっと端っこに後でね、ファントム3と並べてみますから。プロペラは合計8本で、2セット分ですね。
で、こちらのプロペラの輪っかがついていて、これがシルバーと黒になってますね。これで、プロペラをつける位置を指示しています。で、こちらの方にもこの矢印で、黒い矢印とシルバーの矢印が、あと、そうですね、ここの3点指示するところも黒いポッチがついています。こちらはポッチついていません。じゃあつけてみましょう。早速これは黒ですから黒のところ、軽く押してちょっと待てばロックですね。で、黒をもうこれでついてますね。あっという間ですね。もうファントム3とは全然違います。で、外す時もこれを押しながら逆方向に回せばワンタッチで出ます。ワンタッチ。そしてこのカメラを固定しているカメラも打てないや、パーツを外しますね。プラスチック製ですから、カメラではありません。こんな形です。いかがでしょう。じゃあちょっとファントム3と並べてみましょう。はい、一旦カメラ切ります。